今からできるピーンとレシピ、少し25分は甘かかすく時間です。そして季節は春ということで、今日は春の味、さらには春色を楽しめるんじゃないかな、簡単な焼きそばご紹介します。こちらです、春キャベツのたらこバター焼きそばです。春キャベツ、はい、美味しいですよね、柔らかくて、ね、うん、そしてたらこはちょっとピンク色で可愛らしい春色をしておりますので、はい、こちらを選びました。簡単なんです、とにかくシンプルで簡単、炒めるだけ、はい、フライパンにはもう油が入ってます、はい、ここに入れていきますのが、そう、本当に甘くて美味しい、もうこの春キャベツ、早速出ましたね、はい、はい、手でちぎってパーッと入れても大丈夫です。あ、簡単にですね、はい、勢いそのままに油をね、はい、馴染ませましょう。春キャベツ、私味噌汁で食べたり、うんうん、あともうソーセージと炒めて食べたり、もう簡単でね、パパッと作れて美味しいですよね。もう何にでも合いますし、ね、食べやすいからたくさん食べられるんですよね。そうなんです、うん、そうなんです、今日はね、その春キャベツたくさん使ってます。で、ここに次に入れていきますのが焼きそばの麺です。麺です、麺をそのままポンと乗せますね。あ、もうそのままいいんですか。はいはい、で、まずほぐす前に、はい、なんとここでお湯をかけましょう。おい、そしてそして蓋をします。お、要は蒸し焼きに蒸すんですね。そうです、そうです、麺がプルプルっと柔らかくね、なりますよ、うん、ふっくらなりますよ。じゃあ蒸し焼きしている間に、はい、もう一つの具材です。そう、たらこを使います。たらこですね、そしてね、はい、たらこをね、皮を、切れてますね、切れてるよね、こっちか、逆でした、すいません、はい、あ、そうそうそう、切れ目入れてます。でね、広げてと、あとは、はいはいはい、あ、皮からほぐし、取りましょう、ね、はい、あ、つぶつぶ感がいいですね、うんうん、なんだか本当にこのピンク色が春っぽくていいですね。そうなんですよね、うん、たくさん食べたいですよね、うん、と、よいしょ、なんか桜散っちゃったところもありますけど、はい、まだここには桜が咲いてますね。お、そうなんです、ピンク色の可愛らしい桜ですよ、うん、はい、でですね、ここに入れるのが、はい、ちょっとのお酒です。おうおう、で、これを、はい、混ぜます。なんかより桜感増したと思いませんか。いやいや、本当に、ね、綺麗な色になりますよね、うん、まあ、これでほぐすという意味もありますよ。なるほど、なるほど、はいはい、で、ちょっとフライパンの様子見ていきましょう。はい、見てみましょう。蓋を開けますね。よし、ではオープン。あー、いいよいいよ、いい感じです。あとほぐしましょう。あー、もうすぐに簡単にほぐれますね、はい、ね、お湯をね、かけていたので、うん、ささっとほぐれます。そう、そしてこのキャベツの香り届いてほしい。届いてますよ、甘い香りです。じゃあこの食欲をそそる感じ、はい。で、ここに次入れていきますのが、はい、この麺についている粉末のソースですね、はい、こちら通常のものの量の半分入れます。おほほ、なぜかと言いますと、なんででしょう。たらこ使いますが、たらこに塩気がもうあるから、うんうん、半分で大丈夫です。そういうことですね。はい、よし、ちゃんと味を行き渡らせてと、はい、いいでしょうかね。はい、OK、 さあ、そして入れていきましょう。たらこちゃん、とっ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 と、お、よいしょよいしょ、入りなさい。あ、よし、はい、混ぜます。いいですね。ささ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 さ、あー、馴染んできました馴染んできました、はい、うんうんうん。そしてさらにここに入れるのが、お、まだ入るんですか。そう、この組み合わせ聞いてる方多いでしょう、うん、バターです。たらこバター、最高ですよね。焼きそばにバターってちょっとまだ馴染みないですけど、そう、このたらことバターがね、合うから相性がいいんですよ、うん、で、このバターのね、はい、塩気もそうですし、コク、うん、これがね、たらことも相性いいし、もう最高、本当にこれ美味しい。ほら、簡単できました。あ、もういいんですか。はい、もういい、 OK、 さっとさっと、うん、お昼ご飯にもいいですよね。あ、いいですね、パパッと作れますよ、うん、ではもう盛り付けていきましょうね。はい、炒めるのも早かったですね、うん、はい、いきます。
たらこのいい、わあ、いい色も出てますね。はい、キャベツもたくさん食べたいでしょ。しよいしょ、よいしょと。そしてそして最後にこれね、味変も楽しんでいただきたいということで、レモン持ってます。なるほど。はい、桜色の敷物にどうですか、はい、こちらです。よしよしよし、はい、こちら完成しました、はい、春キャベツのたらこバター焼きそばです。あー、いい香りしてます、うん、たらこの香りもしますよ。まずね、まあ、たらこの香りもそうですけど、キャベツがすごいんですよ、うん、キャベツの香りが、うん、いただきます。どうぞどうぞ。あー、どっさり、よいしょ、がっつりいきますね。うん、いいですよ、ほんとね、がっつりっていいよ。うん、うんうんうん、どうでしょう。あー、おいしい、このいいいい浸っちゃいました今。たらこプチプチもありますし、ね、麺もふっくらなってますし、はいはいはい、でこのちょっと味変もしてみていいですか。どうぞ。レモンでさっぱりなるんですよ。本当にね、あの粉半分しか入れなかったじゃないですか、うん、味がちょっと薄くなるのかなと思ったら全然そんなことないです。バターのコクとたらこの塩味が出て、味変したらどうでしょうか。はいはい、またさっぱりレモンが合う。うん、あとあのですね、辛子明太でピリッとさせてもいいんです、たらこじゃなくて。いいですね、うんうん、そうなったらちょっとお酒が欲しくなります、ね、なります、なります進みますよ、お箸も、はい、皆さんもぜひ試してみてください。